行くか行くか。一方が一緒にカッコつけたくなるようなポーズってどんなのかな。僕のセンスが最高なのは間違いないけど、一方と二人で決められるようなポーズを考えないとな。誰かのポーズを参考にしてみるか。バーカモン、ファイティングポーズは教わってやるものではない。自らの心で行うのだ。心で、ならお前たちの心見せてくれよ。さてさ、動けんのか。お待ったぞ。義乳対象に新しい構造を考えていただかねば。やるじゃない。避けてみろ。おう、なかなかいい。思ったよりやるじゃないの。こいつ早い。正義は必ず。お考えで、ハンガー。ちょっと頭に来ちゃったかな。まさかこのウクニング様が。宇宙最速の俺様がやられるとは。この俺が義乳特戦隊の赤いマグマ、イーズ様だ。義乳特戦隊隊長義乳。少しはやるようだ。こんなことが。俺は義乳特戦隊なんだぞ。消えてなくなれ。まさかこの俺を超える戦士がこの宇宙に存在するとは。それぞれが好き勝手にポーズをするんじゃなくて、一緒に輝けるポーズを考えることが大事ってことか。うん、わかればいいのだ。わかればな。ちょっと待てい。正義の味方を目指す者がいると聞いたが、そいつらは悪人の手下だぜ。正義のことは俺たちに聞きな。俺たちプライドトルーパー第19州の平和を守る正義の味方だぜ。正義の味方としての心構えを教えてやる。さあかかってこい。消えてなくなれ。
なんだと？正義に背くというのか？消えてなくなれ！消えてなくなれ！おお、やるじゃないか！スーパーヒーローらしかったぞ！第11宇宙とかはよくわからないけど、コスチュームとポーズはなかなか良かったな。必殺技に決めポーズはやっぱ熱いよな。よし、それじゃあ今度はこの辺りを守っているヒーローに会いに行ってみるか。お前たちが心を守っている正義、正義の味方なのか。それは悪は絶対許せない。正義の味方、グレートサイヤマン1号ただいま参上。同じくグレートサイヤマン2号、ご期待通りに華麗に参上。おいき、なんものじゃないな。もうそれやばいな。ダメなの？けど諦めたくない。負けないわよ。ここまで。なんかいろいろ見てみたけど、僕のよりもかっこいいポーズはなかったんじゃないか。私に勝てるとでも言いたいのか。ずいぶん自信があるようだ。何をやっている？任務はどうした？見てくれよ、こいつと決めポーズの勉強をしたんだぜ。お前も一緒にカッコつけようぜ。断り。釣れないな。僕が勝ったら一緒に決めポーズ、それでいいな。なんだこの威力は。正義が負けるものか。最高傑作のこの私が。ほら、僕が勝ったぞ。一緒に決めポーズな。まず右手はこうで、左手はここに。いや、それじゃかっこよくないだろう。右手がこっちで、左手がそっちだ。今日は僕が勝ったんだから僕の案でやろうよ。正義のヒーローはかっこよくないとダメなんだ。お前のはかっこよくない。なんで僕が勝ったのにダメ出しされるのさ。
Thank you.